はい、65歳を迎えられる、中小企業の役員様でですね、年金が支給停止になるということでお困りの方はいらっしゃらないでしょうか。まあ、65歳になられますとね、全国民共通の老齢基礎年金というものが出まして、これは別に報酬が高くてもですね、全額受け取っていただけると。こういうことなんですけれども、一方、老齢厚生年金はね、これはまあ60歳代前半と同様で、報酬が高いと、年金と報酬との調整の仕組みがあります。で、役員様の場合は、報酬が高い方が多いですから、年金が支給停止になってしまう。全額支給停止になってしまう方がとても多いと思います。そういった経営者の方に対しましてね、私どもは現在、その役員報酬最適化という情報をお伝えをしております。役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることで、老齢厚生年金が支給停止にならずに受け取れると、こういう情報です。年収を下げる必要はないんですけれどもね、支払い方だけを変えれば、年金が受け取れると、こういう情報です。ご関心ございましたらお問い合わせください。